今日はイタリアローマ名物とも言われているパスタアマトリチャーナをご紹介します。教えていただくのはローマ出身のベリッシモ・フランチェスコさん。幼い頃から食べてきた本場の味を教えてもらいます。トマトといえばイタリア料理。今日はこれからの時期旬を迎えるトマトをたっぷり使ったパスタアマトリチャーナをご紹介します。教えてくださるのはこの方です。イタリアローマ出身のベリッシモ・フランチェスコさん。幼い頃から食べてきた本場イタリアの味を家庭で簡単に作れるよう提案しています。チャオ。今日ご紹介するのはアマトリチャーナです。ローマではよく食べられているパスタということなんですね。そうです、ローマでよく食べますね。ローマのナンバーワン名物ですね。私は大好きで小さい頃からもう食べてるんですよ、うん、アマトリチャーナのおかげでこんな大きくなりました。それでは作っていきます。アマトリチャーナ材料4人分です。クッカティーニまたはスパゲティ250g、トマト4個、白ワインカップ1、玉ねぎ1個、ベーコン 100g、 ペコリーノチーズまたはパルミジャーノチーズ 100g、 塩、胡椒、唐辛子各少々、エクストラバージンオリーブオイルカップ1です。まずはソースを作っていきます。こちらのトマトを切っていくんですね。はい、これは湯むきしたトマトですね、はい、あ、美味しそうですね。あ、素晴らしい。でこういうふうに、4分の1に、切っていきましょう。はいね、簡単でいいですよ、はい、でちょっとこういう硬い部分がありましたら、取ってください、はい、簡単でいいんですね。みじん切り、切る感じで切ってください。でこういうふうにいきます。細かく切っていきますね。そうそうそう、細かく切っていきましょう。玉ねぎを切りましょう。玉ねぎはみじん切りにしていくんですね。そう、みじん切りで、でいつもより、細かく切ってください。はい、本当に細かくみじん切りにするんですね。はい、そうですね。これは新玉ねぎですので、今ちょうど旬ですよ、玉ねぎの、で、こういう風に細かくすると甘さが出るんですね、うん、それでは材料を炒めていきます。はい、お願いします。ではとりあえずエクストラバージンオリーブオイルを入れましょうね。今もう温かいですね。で大さじ、3ぐらいですね。はい、1、2、割とたっぷりと入れるんですね。たっぷりですよ。今温かくなってから、玉ねぎを入れます。はい、はい、全部入れましょう。はい、できつね色なるまでこう炒めます。はい、あ、いいですね、はい、うん、とってもいい香りしますね。いい香り、今ちょうどいいですね、はい、ではこれからパンチェッタって言いますね、はい、これは生ベーコンです、はい、入れましょう。はい、あ、で生ベーコンの色が変わってきてますね。今半生ぐらいですので、この段階で、白ワインを入れます。はい、ね、結構白ワインたっぷりと入りますね。たっぷり入れましたね、はい、辛口の白ワインをお願いします。アルコール全部飛ばすまで煮込んでください。はい、今アルコール飛んだところでトマトを入れましょう。はい、はい、入れるますよ。すごい、随分たっぷりと入るんですね。はい、これはどれぐらい煮込んでいくんですか。そうですね、トマトの形がなくなるまで、まあ、ゆっくり煮込んでください。火加減は、中火ですね。はい、では今は、少し塩とあと唐辛子を入れます。これはイタリアの唐辛子ですね、はい、で少し塩をパラパラこう振りかけます。はい、そしてあと唐辛子をこれを全部入れましょうね。はい、適量入りました。お好みで調節してください。こういう風に、キメラを取って、蓋を、します。はい、でこういう風にすると、水分が、飛びすぎないんですね。でゆっくり、煮込むことができます。どれぐらい煮込んでいくんでしょうか。うん、1時間ぐらいですね。はい、
パスタを茹でていくんですけれども、こちらのパスタは、はい、今日は、ブカティーニです。で、本場の料理でブカティーニを使うんですね、はい、で普通の麺と違って、こちらのパスタ穴があるんです、ね、そうですね。でこの穴の中に、味が入って、味がちゃんと染み込むんです。はい、はいはい、お湯に入れます。1時間煮込んで、もうだいぶ煮詰まりましたね。はい、そうですね。で今はこの、細かく刻んだペコリのチーズです、ローマの伝統的なチーズですけど、大さじ1ぐらい、パラパラかけましょう、はい、濃厚な味して、濃いチーズです、うん、はい、ではここはポイントです。この段階で、じゃがいもを入れると、より滑らかな味になるんですよ。はい、これふかしたじゃがいもなんですね。そうです、ふかした卵で、これはローマの伝統的なスキャッチャパターテで、こういう風にします。はい、滑らかな、より滑らかな味になる。で混ぜましょう。中に直接入れます。混ぜていくんですね。はい、混ぜましょう。なんかいい香りがしますね。はい、ローマの香りがします、ね、はい、美味しそう。旬のトマトたっぷり入ってますので、そしてペコリのチーズの濃厚な味、ぜひこのアマトリチャーナを作ってみてください。